僕は100日後に金持ちになる一文なし。今回はドラケンの誕生日という謎のミッションが追加されていたんで、これをクリアしつつワイバネ稼ぎをやっていこうと思う。ということで早速やっていくんだが、ドラケンの連発パーティーはいろいろあったんだが、カカトらしさを一番出せるパーティーということで、今回はアルルパーティーを採用していく。ということで早速フィーバー突入したんだが、ここでカカトは大事なことに気づく。フィーバー刑事たまらないんかい。ただその他のジュロージュアルルは無事成功して、そこそこの数のドラケンを撃つことに成功。稼いだマネーは4800マネー。そして一番肝心のドラケンの必殺技数は6。あと24回頑張って撃ってきます。僕は100日後に金持ちになる一文なし。今日は5月25日。何の日かよくわからないので、久々のランク別ワイマネー稼ぎの A ランクパーティーでワイマネー稼ぎをやっていこうと思う。ということで早速やっていくんだが、このランク別ワイマネー稼ぎは何度 50% の確率で赤字になってしまうというとんでもないシリーズ。このままだとランク別ワイマネー稼ぎシリーズやる必要なくねと言われそうなんで、今回こそは黒字にしたい。だがなんだかんだ言って結構育っている A ランク。若干赤字を心配したが、しっかりと2万というダメージを出していく。ただそれでも敵を殲滅することができず、その後すぐにやられてしまう。ただこのまま終わってたまるかという執念の結果、再び必殺技を連発することに成功。稼いだマネーは398マネー。次のヤマタンに期待したいです。僕は100日後に金持ちになる一文なし。今回は無限地獄のキャラを使ってワイマネー稼ぎをやっていこうと思う。ということで早速やっていくんだが、今回は無限地獄のボスドンドロを倒していこうと思ったんだが、ドンドロについて調べていたら、こいつ実は SS だったというとんでもないことが発覚。まあでも時代的には仕方がないなということで、本気でこいつをボコボコにしていこうと思う。というわけでフィーバーに入ったんで、ランクの差を見せつけるために必殺技を連発していく。まあドンドロ君には数の暴力とランクの暴力というものを完全に理解しながら帰っていただきたい。そして最終的に2万のダメージを与えることに成功。稼いだマネーは1200マネー。ドンドロ君もうちょっと勘出せようと思ったこの頃でした。僕は100日後に金持ちになる一文なし。今回はランク別ワイマネー稼ぎの S ランクでワイマネー稼ぎをやっていこうと思う。ということで早速やっていくんだが、これまでのランク別ワイマネー稼ぎは赤字続きだったが、今回のランクからインフレを起こしてきたキャラになるため、これまでより多く稼げることが期待される。ただここで鬼食いじゃなく光オロチになってることに気づく。しかし取り直しはめんどくさいので、このままやっていく。ただこのままだと視聴者に稼ぐ気ないだろうと怒られてしまうので、とりあえずヤマタンと光オロチを揃えてそれっぽい感じにしていく。ということで準備が整ったということで、早速フィーバーに突入していく。今回の作戦はとりあえずヤマタンで膨らましたデカプニンを光オロチで消していく的な感じの適当な作戦でやっていく。そしてこの方法の最後に作戦という単語をつけることによって、カカトとはしっかりワイマネー稼ぎをするために作戦を立ててるんだなということを視聴者に思わせることに成功。そしてその作戦の結果、5万のダメージを与えることに成功。そして稼いだマネーは700マネー。しっかり作戦が機能しててよかったと思ったこの頃でした。僕は100日後に金持ちになる一文なし。今回は1ヶ月ぶりにこの企画をやるということで、名前の頭文字で久しぶりのパーティーでワイマネー稼ぎをやっていこうと思う。ということで早速やっていくんだが、今回のパーティーは攻撃力アップもブルジョアもいるということで、かなり稼げることが期待される。ただ最近カカトとスコア足してなさすぎて、プレイスキルがものすごく落ちてることが予想される。ただそんな中、必殺技の順番を間違えることなく打つことに成功。そしてその後も特に目立ったミスはなく、最終的に300万ダメージを与えることに成功。稼いだマネーは7000マネー。そして関係ないけど、この企画始まってもう1年経っていることにびっくりしたこの頃でした。僕は100日後に金持ちになる一文なし。今回はランク別ワイマネー稼ぎで SS パーティーでワイマネー稼ぎをやっていこうと思う。ということで早速やっていくんだが、今回からはインフレの時代を作ったキャラたちになるということで、かなり稼げることが期待される。ただカカトとはヤマタンやヒカリオロチの方が育てた方が強いんじゃねということで、あまり SS を育ててこなかったという過去がある。だからそこをどれぐらいプレイスキルでカバーできるかが今回の見どころである。ただここでカカトとは一つ大きな発見をしてしまうのである。お前直接攻撃な。ということで今回も味方の情報を何も見ずに適当にパーティーを組んだことを視聴者に晒しながらフィーバー終了。稼いだマネーは970マネー。次はもうちょっとちゃんとパーティーを考えようと思ったところでした。僕は100日後に金持ちになる一文なし。今回は今日限定で復刻したレンとケガレを使ってワイマネー稼ぎをやっていこうと思う。ということで早速やっていくんだが、今回のレンとケガレはスキル必殺技ともにそれぞれお互いの必殺技ゲージを貯めやすいということもあり、かなり稼げることが期待される。というのもこの手のワイマネー稼ぎは昔カカトのもやっていたということで、相当ヤバいミスをしなければかなり稼げることは約束されている。ただそんな中、完全にやらかすミスを犯す。マジかよケガレ。残念ながらレンの必殺技ではケガレの技ゲージがたまらずフィーバー終了。稼いだマネーは13000マネー。絶対もっといけたやろと思ったこの頃でした。
僕は100日後に金持ちになる一文なし。今回はホロライブイベントのやっているということで、ホロライブコラボのキャラを使ってワイマネー稼ぎをやっていこうと思う。ということで早速やっていくんですが、皆様は今回のホロライブイベントどのような印象をお持ちでしょうか？個人的にはあまり弱いキャラがいないので、結構いいイベントじゃないかなと思っている。そしてそんなことを思っていたら準備が整ったということで、早速フィーバーに突入していく。まあ今回はしっかり攻撃力アップを手に入れたということで、1年前より多く稼げることが期待される。ただ思ったより白髪のデカプニが降ってきて、あまりいい感じのループはできなかったが、500万のダメージを与えることに成功。稼いだマネーは9000マネー。前回よりめちゃめちゃ増えたなと思ったこの頃でした。僕は100日後に金持ちになる一文なし。今回はランク別ワイマネー稼ぎで、トリプルSパーティーでワイマネー稼ぎをやっていこうと思う。ということで早速やっていくんだが、今回のパーティーはしっかり技レベルが全員マックスということで、これまでのランク別シリーズよりかなり稼げることが期待される。しかし残念ながらアタッカーすべて大量消しというちょっとミスった展開をしながらもフィーバー突入。今回の目標としては大量消しすべて打った後にもう2回ぐらい大量消しを打てたらいいなと思っているが、果たしてかかとにそんなプレスキルがあるのか、そんな心配をしながらもう1回の大量消し打つことに成功。ただ残念ながら2回目の必殺技を打つことには失敗。稼いだマネーは2800マネー。悪くねえと思ったこの頃でした。僕は100日後に金持ちになる一文なし。今回はボックス見たら大量消しかけるデカプニが降ってくるスキルのキャラが2体いたということで、こいつらを使ってワイマネー稼ぎをやっていこうと思う。ということで早速やっていくんだが、100日企画ももうこれで80日目。つまりこういう動画を撮るのは80回目になるが、もうこの時点でアフレコは20回やり直している。ちょっとでも滑舌を良くしようと頑張ったこの企画、あと20日で何とかなるのか、そんなことを思いながらフィーバー突入。というわけで今回のワイマネー稼ぎ方法だが、大量消しを使っている間にもう片方のデカプニが降ってくるスキルを利用して、打ってない方の技ゲージを無限に繰り返していく方法。ただこれが無限に続くというわけではなく、たまらないことも多々ある。この時にどれだけ早く対処できるかが今回の鍵。まあ2000万ぐらい出ればいいだろうというフラグを立てながら3000万のダメージを与えることに成功。稼いだマネーは3万2000マネー。久しぶりにこんな稼いだなと思ったこの頃でした。